磯野スーパーサーブレシーブ、コイントスの結果、白のユニフォーム磯野スーパースターズレシーブ、黒のユニフォームサイドワインダーズのキックオフです。磯野スーパースターズキックオフレシーブ、本日サイドワインダーズのキックオフで試合開始という形になります。全員のステッチで行います。自陣22ヤード地点でボールデッドとなりました。黒のユニフォームサイドワインダーズのキックオフ、現在スコア操作ができませんので表示のままとなっておりますがご了承ください。選手のキックオフで試合開始。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 2022X2X3 ウエスト入れ替え戦、磯野スーパースターズ対失礼しました、サイドワインダーズ対そのスーパースターズの一戦をお届けしております、はい、配信が捉えておりますが後ほど動画投稿いたしましてこの試合をご紹介させていただきます。まずは磯野スーパースターズ自陣22ヤードからファーストダウンテ、中央ダウンテ、キャリア25番ハンドオフを受けまして中央突破しまして約9ヤードのゲイン、キャリア25番は宮部、北海道大学出身です。これにより磯野セカンドダウン1ヤードの状況に変わります。磯野スーパースターズファースターナディバック35番、今度は右オフガード付近をつきまして攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースターナディバック25番は東京都工芸繊維大学出身、ファースターを獲得。磯野スーパースターズ自陣37ヤードよりファーストダウン10、再びランプレー、今度はキャリア22番ハンドオフを受けまして右オープンに展開、約2ヤードのゲインとしています。磯野スーパースターズランニングバック22番今井信也選手の左オープンプレー、しかしサイドワインダーズ53番村越隼人選手のタックル、2ヤードのゲインで止めております。磯野スーパースターズセカンドダウン、スーパースターズセカンドダウン8、パス成功、クォーターバック18番ワイドレシーバー19番にパスを通しまして約6ヤードのゲインとしています。パスを通したクォーターバック18番は田中、岐阜大学出身、取りました19番は五十嵐、東北大学出身です。6ヤードのゲイン、磯野スーパースターズサードダウン、これにより磯野スーパースターズサードダウン2の状況となります。ボールオン自陣45ヤード。
磯野スーパースターズファサー何枠25番再びランプレーにより左オフタックルを突破しまして攻撃権更新です。磯野スーパースターズファサー勝者のためのレフリータイムアウトです。ランニングバック25番宮部裕二選手の右オープンプレー失礼いたしました、左オープンプレーファーストを獲得、先ほどのプレーで12ヤードのゲイン。これ負傷者発生のためのレフェリータイムが入っております。磯野スーパースターズ敵陣48ヤードよりファーストダウンテン、磯野スーパースターズファーストダウンテン、ボールオン相手陣48ヤード、パス成功大試合ファーストダウン、クォーターバック18番ここでランパス、ターゲット19番これを飛び込むようにしてキャッチしまして大きく前進、磯野スーパースターズファースター11番松永拓也選手の拓也選手へのロングパスが成功、38ヤードのゲイン、磯野スーパースターズゴール前10ヤードよりファーストダウンテン、磯野スーパースターズ相手陣11ヤードからファーストダウンテン、磯野スーパースターズランニングバック35番、キャリア35番中央突破しまして約4ヤードのゲイン、5ヤードのゲイン、磯野スーパースターズタイトエンド86番神奈哲也選手の使用プレー、ここでランニング枠86番神奈のランプレーにより約2ヤードのゲインとしています。ダウン1つ変わりましてサードダウンに変わります。磯野スーパースターズサダン2ゴール残り4ヤード、ここはサイドエンダーズナイスです。磯野ここで中央突破によりエンドゾーンを狙おうと図りましたが、これをサイドワインダーズ10番が対応しましてノーゲイン、フォースダウンに変わります。素晴らしい対応をしましたのはサイドワインダーズラインバッカー10番の浦田、大阪産業大学出身。磯野スーパースターズフォースダウン2ゴール、ここでフィードをトライ、キックによる3点を狙います。フィールドゴール失敗、ここで攻守交代、ここでフィールドゴールにより先制を狙うとしました磯野スーパースターズ、しかしこれをサイドワインダーズこのキックブロックしまして無得点に抑えました。攻守交代です。フィールドゴールをブロックしたのはサイドワインダーズ3番三輪達也選手、攻撃権はサイドワインダーズへ移り、サイドワインダーズ自陣20ヤードよりファーストダウン10、本日の第2試合目になります、X3 入れ替え戦サイドワインダーズ対磯野スーパースターズは磯野がまずオープニングドライブ先行しましたが、しかし無得点に終わりサイドワインダーズの攻撃と変わっております。この配信はライブ配信としては機能しておりませんが、しかし後ほどブログの方でその試合を投稿させていただきますのでご了承いただければと思います。なおこの配信にはゲストとしまして
スペシャルゲストです、YouTuber のレッツハドルヒデボーに参加していただきます。ヒデボーさん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すみません、ライブ配信で参加していただく予定だったんですが、残念ながらちょっとあの回線の不都合がありまして、現在はその配信が滞っております。申し訳ありませんが、録画配信という形でご了承いただきたいと思います。はい。まずオープニング今終わりましたところですが、ヒデボーさんどうでしょうか。先ほど磯の素晴らしい攻撃を見せました。いや、そうですね、ランから入っていってロングパスも決まってということで、はい、理想的な、ね、立ち上がりだったのかなというところでしたね。はい。さあ、返しましての攻撃で、今度サイドワインダーズ、まずパスから入りました。クォーターバック19番からレシーバー12番にパスを通しまして、まず最初のパスプレーを決めましての攻撃権更新です。ここでクォーターバックをご紹介すると、クォーターバックは19番の伊藤、東京大学出身、レシーバーは12番の田原でした。立命館大学出身です、ね、19番の伊藤選手は、シーズン中からも非常に器用な、ね、選手で、あのパントとかキックとかも、ね、蹴っておられるような選手ですけど、パスも、ね、センスが、はい、感じられるプレーが、ね、見られてますよね。はい。さあ、そして今度はその裏を突くようにランプレーから入りました。ランニング枠22番にトスをしまして、左オープンへのスイープレー、パスの裏を突く形になりまして、これのランプレー約6ヤードの原因となっています。キャリア22番は、吉川選手です。大阪産業大学出身。これによりサイドワインダーズはセカンドダウン4の状況に変わります。ボールオンは自陣37ヤード。さあ、ヒデボーさん、次ランでしょうかパスでしょうか。いや、そうですね、ディフェンスも結構仲良ってきてますけど、ラン対策ですかね、これね。あーと、さあ、ここでトラブルが発生してるわ。幸いクォーターバック19は自ら抑えておりますね。はい、ちょっと危なかったですね、はい、スナップミスですかね。幸いノーゲインですが、しかしダウン1つ失いまして、サードダウンに変わっております。ラストミスによりボールをファンブル。少しボールを捉えているのはサイドワインダーズで、やっぱりこういう、ね、試合の中ではミスっていうのが大きく試合を分けてしまう可能性があるの で、 そうです、ね、はい、お互いに気をつけたいところではありますよね、はい。さあ、サードダウン4の状況ですが、さあランプレーによる突破を図ります。あー、つまりいいですね。ただファーストダウン行きましたか。ありましたが、どうやら攻撃権更新です。サイドワインダーズファーストダウン獲得となりました。見事攻撃権更新を果たしました。ランニングバック22番は吉川でした。大阪産業大学出身。ファーストダウン10、これによりましてサイドワインダーズは自陣43ヤードの位置に入りました。パスですね。右に流れますね。上がるか、投げた。いや、ナイスカバーですね。これは磯の素晴らしいカバーを見せています。プレッシャーを見ながら、そのターゲット6番にパスを投じようとしましたが、磯の3番がカバーしておりまして、このパス不成功です。セカンドダウンに変わります。松井選手がカバーして、鳥取大学、関西ディビジョン3の大学出身ではありますが、しかしここで素晴らしい活躍をしております。セカンドダウン、磯のスーパースターズ、結構ね、全国各地から選手が、ね、集まっているのも面白いチームですよね。そうですね、主力ランニングバックの宮部選手も北海道大学、そしてメインターゲットとして今季活躍している、19番の五十嵐選手も東北大ですからね。さあ、投げますがどうだろうか。プレッシャー見ながら、なんとか81番にパスを投じましたが、このパスも不成功です。サードダウンに変わります。パスインコンプリート、パスは不成功。今ね、逃げてよく投げたところだったんで、取ってほしかったところでした ね、 そうですね。クォーターバックもだいぶラッシュを受けているため、難しい状況が強いられてますね。まあ、こう見てるとこう、ね、磯野のディフェンスもあのかなり分厚いというか、なかなかプレッシャーがこうサイドワイダーズかかり続けているような雰囲気です ね、 そうですね。さあ、そのディフェンスを突破できるでしょうか。サイドワインダーズ、ボールオン自陣43ヤードからのサードアンテ。ディフェンスの選手が結構立ってるのも面白いですね、DL 選手ね。さあ、プロパスは通ったが、しかしナイスタック。ワイドレシーバー12番の総力で攻撃権更新を図りましたが、これを磯の10番がタックルしまして、攻撃権更新は阻止しました。フォースダウンに変わります。
これ止めたのも岐阜大学出身の堀江選手ですね。はい、この選手はセーフティーも兼任、タイトエンドも兼任というマルチな選手でもあります。パスの獲得まで残り3ヤード。さあ、フォースダウン3の状況になりまして、パントフォーメーションを取るようです。ここがサイワインダーズの面白いところで、パンターにクォーターバックの伊藤選手がそのまま入っている状況になります。前節はね、ここからフェイクのプレーもあったんでね。はい、その辺はどうでしょうか。さあ、今回はパントを蹴りましてリターンに入った。あ、しかしここでスリップ、ナイスカバーですね、サイドワインダーズ。結果的に磯のスーパーサーズ陣営26ヤード付近での攻守交代となります。パントは19番伊藤拓選手の、共に攻撃に関しては今のところ展開しているというふうに考えてよろしそうですか。そうですね、まあ、特に磯野はゴール前までロングパスも含めて、進んでた中で、さっき、フィールドゴールブロックされたというのはちょっと痛かったなというような印象ではありましたけど。そうですね、はい、で逆にこのシリーズ注目ですよね。はい、さあ、その攻撃を牽引しますのは磯野スーパースターズ18番の田中。その最初の一手どのようにするでしょうか。ボールオン自陣26ヤードからファーストダウンテン。やらんでますね。ランプレーがまた出ます。何枠25番味方ブロッカーをうまく使いながら約7ヤードのゲインとしています。何枠25番は宮部、北海道大学出身。これだけ宮部選手が気持ちよく走れる状況が続くと、なかなかサイドワインダーズとしては止めにくいですよね。そうですね。このランプレーをどうにかしないとというのがサイドワインダーズの課題になってくるでしょうか。さあ、セカンドダウン3です。ボールオンは自陣32ヤード。あ、キュービーですね。今度はクォーターバックが持った。さあ、20番が対応しましたがどうでしょうか。攻撃権更新です。磯野スーパースターズファーサー。クォーターバック18番、田中圭選手。田中、左オープンに展開しまして、攻撃権更新を果たしております。自らボールを持ち、左オープンへ展開。いや、今のもうまかったですね。タックルを20番、磯野、サイドワインダーズの20番の富山が対応していたんですが、それをかわしまして、攻撃権更新を果たしました。サイドワインダーズのディフェンスラインも、ね、手をついている選手がいないですね。あ、そうですね、全員立ち上がって相手の出方を、まあ、チャージしながら対応するというふうにも言えます。さあ、ここでパスプレーを展開しようとしましたが、このパスは不成功です。ターゲットは4番の選手でしたが外に出ておりました。発展ということは基本的にはダンプレーに今ちょっと対応しづらそうに見えるんですが、うん、そうですね、逆にでもあれですよね、誰が突っ込んでくるかがわからないというところをね、錯乱をさせようという作戦なんですかね。うん、なるほど、視界を防ぐという意味もあるかもしれませんね。あ、セーフティー上がってきました。そこをすれ違うように走った、いや、すれ違いうまいことついてきましたね。見事なコース取りをしまして約8ヤードのゲインに変えています。何枠25番は宮部です。北海道大学出身。宮部選手もなかなかの歴戦のランニングアップですので、こういった経験が豊富というふうに判断できるような見事なステップワークでした。宮部選手38歳なんですね。38歳とは思えない軽やかなステップ。確か X2 に上がった当時のエースランニングバックではあります。あ、そうなんですね、はい。さあ、ここで中央のランプレーですが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。反則があった模様です。さあ、この反則いずれの方にあったでしょうか。まもなく審判団からその反則の内容がコールされます。今井信也選手、中央プレー。しかし反則があったオフサイド、サイドラインが23番5ヤードのペナルティー。罰則成功の結果、磯野ファーストです。ディフェンスの反則オフサイドでした。ボールが動く前に相手エリアに侵入していた反則です。5ヤードばったりとなりますので、残り距離勘案しまして攻撃権更新となります。磯野スーパースターズファースト。今明らかにスナップのタイミングをずらしたかもしれないですね、カウントをね。なるほど、オフサイドトラップ。はい、3、4人オフサイドになってたと思うんで、はい、うまいタイミングでやりましたね。はい、これは見事に決まったとも見えるかもしれません。49ヤードよりファーストアンテン。
クォーター終了。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、サイドワインダーズ0点、磯のスーパースターズ0点、攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。